インドはそのポテンシャルの高さからチャンスの国と呼ばれています。特にインフラシステム分野は急速な発展を遂げております。この急成長こそがビジネスチャンスです。今回は特にビジネスチャンスの大きいインフラシステム分野をご紹介します。高速道路、2022年までに20万キロの道路が建設される見込みです。鉄道、インドは世界で最も長い距離の鉄道を有しています。鉄道軌道、駅、地下鉄の再開発が行われています。空港、最も急速に成長している分野の一つです。15個もの新しい空港の建設と既存空港の拡張が予定されています。港、インドは全長 7000km の海岸線と200の港を有しています。特別経済区の開発がトレンドです。スマートシティ、100都市を超える数のスマートシティが開発されています。不動産分野、2022年に全ての人に住宅をのスローガンと透明性を持たせた新たな方針に基づき不動産開発が急速に進んでいます。水処理、水道の品質改善と水道需要の増加がさらなる水処理施設を必要としています。再生可能エネルギー、政府は2022年までに再生可能エネルギーを 225GW まで引き上げることに挑戦しています。国としての安定的な成長と積極的な政府の方針によってインフラシステムのブームとも呼べる急速な発展が進んでいます。インドのインフラシステムについてまとめます。外国直接投資が 100% 可能です。2022年までに86兆円を超す投資が予定されています。目玉となるプロジェクトには単体で1兆円を超す予算が予定されています。コインメンは2010年に設立されたコンサルティング会社です。税務、会計のアドバイザリー業務や監査を提供しています。外国企業には会社設立に関わるサポート業務も提供しております。インフラシステムの分野での10年を超える支援実績の中から、外国企業から頂戴するご質問をいくつかご紹介したいと思います。インドにおいていくつかの選択肢がありますが、プロジェクトオフィスを通じて契約を履行するケースが一般的です。プロジェクトオフィスは受注したプロジェクトの実施のみを目的とします。本国への利益送還に規制がなく課税もされないのがメリットです。財務リスクの特定や直接税・間接税の見積もりは入札価格を決定する上で考慮すべき点です。実際想定よりも税金を支払う羽目になったという事例は枚挙にいとまがありません。弊社の経験から申し上げますと、駐在員の個人所得税や社会保障制度である年金に関する誤解が原因であることが多いように思えます。仮に見積もりとして計上していない場合、コストの大幅な増加が生じることになります。その他の税務リスクとしては、GST、これは日本の消費税にあたります、が挙げられます。さらにプロジェクトがコンソーシアムでの実施を計画している場合、契約書において条件や定義を明確にすることが重要です。さらにプロジェクトがインド国外からの調達を含む場合には、財務リスクがあることに留意すべきです。財務リスクの観点で申し上げます。インドでは前受け金に対しても源泉徴収税が課されます。これはキャッシュフローに直接的な影響が生じます。十分な対策がなされていない場合、プロジェクトのキャッシュフローを危うくさせるでしょう。弊社はインドの国税庁から源泉徴収税を軽減する届出書を取得することで、大幅に源泉徴収税を引き下げるといったご支援を行っております。